まあそのねタレントを目指してるワンギキっていうかねもうやっぱね吉本ってすごいなと思うのがやっぱこう、はい、まあ一つの学校みたいなとこあるやんか、うんうんうん、学校みたいなとこまあファミリーって言われるけどまあ学校といったら学校っていうもんでもあるやんか家族でありまあ言ったらこう吉本の家族であり学校みたいなとこあるけどなんかニューヨークのYouTube 見てて特に思ったね。ああニューヨークさん。だからそのこれ吉本ならではやなと思った。それはどういった部分で？いやだからニューヨークの30分トークにはいはいはい日本の社長が出てああサンクチュアリー、うん、でケツがはいはいはい金兵衛のことをめっちゃ言うてそっから広がっていくってこの一連の流れね。はい。ちょっとねもうドキュメンタリータッチぐらいまでいくぐらいの。うん、そうそう。ほんで昨日今日が25やから昨日だったかなライブ。おとといですかね。23日です。おとといですね。柴田はね生で見に行って。これだから袖で男塾を見てる方は多分そこ見てない人もいるから多分俺よりかそこら辺詳しいから小畑と柴田ちょっとストーリーさらってくれへん。あ、いいですか。じゃあ僕が、うんうん、僕ケツ軍団日本の社長のケツ軍団の一員なんでこのムーブメントに関してはまあ結構追ってきたんで、はいはいはい。まず発端なんですけれども、うん日本の社長さんがニューヨークチャンネルの中のニューラジオっていうラジオ、うん、ニューヨークさんがやってる中でゲストで出られて、うんでまあ、日本の社長さんとニューヨークさんが話してる中で急にケツさんが、もう何のあれもなかったんですけどスイッチ入って、うんまあ、しんべヱさんの、まあ、批判をするみたいな流れになって、まあ、悪口というか陰口みたいなのを、まあ、ただ見てるもんからしたらそのしんべヱの弁当が遅いとかあとそのご飯が薄くて下が見えてひじきみたいに見えるとかはいはいはい、はいでちょっと高いとか、はい、ちょっと高いとかそのあとはなんかその漬物の置き方にセンスがないっていうその個人的な感じの人かなって、はい、ほぼ、うん、前やってたこっちの店の批判っていうあそれはこっちなんやはい、はい、こっちお店やられてたやったりとかまあまあしんべヱさんは絶対売れないとかまあそういうしんべヱもいろいろしんべヱさんに対してまあいろいろ言うみたいなのが急にまあこうなんかモードに入って、うん、もうそれを 2,30 分ずっと続けるみたいな、うんうん、でもケツ何言うてんねんみたいな感じになってバーってこうなったんですけれどもそれがなんか思った以上にバーってこうなんか話題になって、うん、でもあれに関してはその前にもマルコポロリでまあしんべヱさんと言い合うみたいな企画があったりとかそれってマルコ・ポロリの収録がその前なの？そうですね。前で楽屋ニュースでもしんべヱさんに悪口を言うみたいなのがあってまあ、うん、その前からケツさんがしんべヱさんを弱って言うっていうのが結構跳ねてたんですよ。その芸というか、はい、今年の楽屋ニュースって俺出させてもうたけどはいはいはい去年2020に出させてもらったけどそんなことあったっけ？そうですね。でツイッターでなんか去年ですかねその前か一昨年かわかんないですけどでなんかツイッターでしんべヱさんがリモートで出てた時かそうしんべヱがリモートで出てた時やそうです。ああほんなもう言ったらニューヨークのラジオの前にマルコ・ポロリがあってでその前にそれがあるってことはマルコ・ポロリやるぐらいから当然その流れは関西ではもう有名な流れだったってこと。有名というか、まあ、ケツさんがしんべヱさんもケツさんの立場でしんべヱさんのことをわって言うっていうなんか芸みたいなのをちょっとこうなんか、まあ、ちょっとだけ関西の大阪の芸人の中でちょっとおもろいなみたいなのがちょっとあってみたいな。それは日本の社長が東京っていうかいわゆるキングオブコントとか跳ねる前の話。そのいやそれは跳ねてからですね。ここ 1,2 年の話ですね。ここ 1,2 年の話だ、はいはい多分ルームしてる時はなかったよねそれは。そうですね。ルームシェアしてる時もまあケツさんとしんべヱさんが昔一緒に住んであったんですけど、うん、その時にはもうそんなケツさんがしんべヱさんにそんなこと言うって感じではなかった。あ、なかったやろ、うん、はい。でまあその流れで、まあ、ニューヨークチャンネルでニューヨークさんにもまあ見せるみたいな、うん、でニューヨークさんは知らないんでおいどうしたどうしたみたいな、うん、になってまあ盛り上がったんですけど、うん、それで、まあ、ニューヨークチャンネルの中で、まあ、その後に今度はちょっとしんべヱさんの意見をちょっと聞かせてくれっていうのでニューヨークチャンネルの動画で、まあ、しんべヱさんを次ゲストで呼ばはったんですよ、うん、でしんべヱさんもなんでこんな俺言われるか分からへんねんな、ちょっと直接対決したいけどなみたいな感じの話題になって、でそのケツさんとしんべヱさん以外にも例えば宮北さんだとかランラのももちゃんだとかもう周りの人にどんなことを思ってるかとか言うとちょっとしんべヱさんケツさんと同じようにしんべヱさんに対してもちょっとなんかちょっと思うことがあるような芸人が何人かいて、うん、でほんならちょっとその周りの芸人集めてちょっと直接対決で森の宮でライブをしてみようっていうことでしんべヱさん vs ケツさんっていう流れになったっていう感じですかね。まあそういうことやね。ほんでまあそのライブがあって、はい、で見に行った柴田、まあ、内容ねまだチケット売ってるからネタバレになるから言わん方がいいかもしれんけど、まあ、軽くネタバレしないような感じで教えてくれる。そうですね。でその、まあ、この半年間です YouTube ニューヨークさんの YouTube で半年間ぐらいまあその流れがあって。うん、その間にネットフリックスの方でお相撲さんのサンクチュアリがわって流行って、うん、でまあその、まあ、流れとちょっとかけてそのライブ自体をサンクチュアリしんべヱ VS ケツっていうのを銘打ってまあやったんですけど、まあ、ライブ自体ももとみや漫才劇場ね。そうですね。で、まあ、僕袖で見させていただいたんですけど、うん、そのまあライブ、まあ、始まるじゃないですか、うんそのライブ前の映像とかも結構こだわってあって、はいはいはい、でもそれがもうほんまにお相撲さんがこうなんか組み合ってるみたいなサンクチュアリみたいな映像で、うん、で今日で今までの言い合いの流れとかをわーってやって、うん、でもケツさん登場してニューヨークさん登場してみたいな感じの流れやったんですけど、僕その前からまあ1時間前から楽屋にいたんですけど、うんうん、森の宮で僕何回も言ってるんですけどこんなことなったん初めてやなと思ったんですけど、うん、大体ライブの楽屋って、まあ、みんなもう全部の楽屋全員一緒の楽屋で女性楽屋、うん、まあ分かれて2つぐらいに分かれてるんですけどその日森の宮行ったらまあ出演者ニューヨークさん、今井ライパチさん宮北さんラブおじさんとかとでケツさん聖子さんアマコンいた聖子さんの楽屋と、うん、でしんべヱさんがもう一人の楽屋やったんですよ。はいはい。でもうほんまにライブまでしんべヱさんと他が絶対に勝ち合わないような楽屋になったんですよ。まあそれはだからもうまあそうやわなだから対決だからそうやわな、まあ、ボクシングだからね、もうこんぐらいガチなんやと思ってもう、うん、普通のトークライブじゃないんやなっていうのにそこでまず森の宮の楽屋見てまず思いましたね。うんうん、でまあほんまにライブ始まってしんべヱさんが出てくるまでほんまにケツさんと勝ち合うこともなくて、うんまあ、しんべヱさんがまあ登場するんですけど、うん、しんべヱさんが、まあ、ツイッターとかで、まあ、言ってた通りもう芸歴16年ですが今日でもう芸人辞める覚悟でいきます芸人辞めます僕全部思ってること言わせていただきますみたいな感じのスタンスで立ってらっしゃったんですけど、いや僕もなんかツイッターとかなんかしんべヱのやつ見てなんかその文字的にあこれガチやなっていうのもなんとなく分かったからだから、うん、しんべヱさんが相当ケツさんに言われてたんで、うん、もうそんだけ言うんやったら俺もうやめる覚悟でお前ら全員叩き潰すぞみたいな感じのスタンスやったんですけど、うん、もう出てきてしんべヱさんが出てきて最初のまあ 3,40 分ぐらいですかね、うん、もうなんでしょうほんまにしんべヱさん無双状態というか、はあはあうん、もう何言われても全部返してドバーンもう何言われても全部返してドバーンみたいなもうほんまにもうなんか今までの芸歴すべてをもう出すかのようなもうほんまに無双状態のしんべヱさんみたいな感じの流れでした。でもそれケツさんも負けじと、まあ、もう言い合うみたいな、うん、最初はそんな感じのライブの流れはそんな感じでしたね。あまあそっからね、まだライブのチケット売ってるからあんまり言うたらあれやろからなんかやんわりやけどコーナーみたいなのがあるの？それとももうずっと立ったままも言い合うみたいな感じだ？全体的にもうまあ全員演者が座ってあって、うん、まあニューヨークさんがまあ屋敷さんがまあ回すんですけど、うん、しんべヱさん言いたいことありますかみたいな、いやあるに決まってるやろみたいな、うん、で誰かに言いたいことありますかみたいな振って、うん、なるほど、お前に言いたいことあんねんけどみたいな感じまあトークショーみたいなことをお互いやり合うみたいな感じなんや。そうですね。それはその最終的にはまあどんなとか言わないけど何らかの決着はついたの？最後は決着はついてますね。何らかの落としどころには。はい。それ柴田はさ、ケツとまあ可愛がってもんとか行って打ち上げとかどんな感じだったの？行ってないね。いやそうですね。打ち上げはちょっと僕ニューヨークさんとも話したことなかったんで。うん。初めてお会いしたんで、それちょっとさすがに行くのはあれかなと思って、まあ見てすぐ帰ったんですけど、うんうん、これ僕がちょっと懸念してるというか、うん、なんでなんかなと思ったのは、うん、このケツさん、しんべヱさん vs ケツさんのこのムーブメントというか、うん、最初は2人やったんですけど、うん、どんどん盛り上がってって、うん、いろんな芸人巻き込んでったんですよ。はいはい。まあ言うたらランランモモとか、まあ、宮北さんとかまあ関係ないっちゃ関係ないんですよ。でまあモモで言うと小畑は一緒にその今の部屋で一緒に住んでたもんね。まあ、ルームシェアしてましたけど別にしんべヱさんとまあちょっと仲いいからぐらいの感じで呼ばれたりとか、うん、話聞いたりとかどんどんムーブメント大きなっていろんな芸人呼んでしんべヱさんが前ルームシェアしてた人とかいろんな人呼んでって、うん、でケツさんの直々の可愛がれてる後輩の柴田だけこう呼ばれてないっていうのは俺ちょっとショックというか、あんだけでっかいもう誰でも入ってこいムーブメントってなってるところになんでうちの柴田これ入ってないんやろっていうか、まあこれまあニューヨークチャンネルのディレクターの奥田さんいらっしゃるじゃないですか、うん、エレパレだとか新領だとかいろいろねその、うん作らった奥田さんから僕電話来てたんですよ。あ、かかってたよ。はい。来てたよ。奥田と申しますみたいな。うん、今のこのてつさんのムーブメントご覧になられてますかみたいな電話がかってきて、ではいもちろん見てますみたいな。てつさんの話ちょっと聞かせていただいていいですかみたいな。うん、ああ来てたよ。はい。でライブもあるんでよかったら出てほしいなと思ってちょっと聞かせてくださいっていう。まあ何個か話したんですけど、うん、まあ話した結果選ばれてなかったっていう感じですかね。なるほど。何個かケツさんトークを試した結果、もうほんまに正座で話しましたね。もうほんまにここもう大一番やと思って、このために僕はケツさんと仲良くしてたんだっていうぐらいの。はい、だからそれカットされたわけだからさ、その話をここで喋ってよ。どんな感じやった？何ですか？聞かれたことを言うたらそこで聞かれてこれもし言ってたらこういうこと喋ってたっていうのを喋ってよ。僕の話は僕のその奥田さんがその僕のことを多分出すそのスタンス僕を呼ぶ場合の、うん、僕にとってほしい多分スタンスが、うん、ケツさん側のそのケツさんのほんまに直近の、なるほど、後輩として出てほしいみたいな多分感じだったんですけど、うん、ライブのその構造的にそこのポジションが多分いらなかったんですよね。まあまあそういうことだね、うん、はい、だから僕の持ってる話別にそのライブでしてもなんかちょっと関係ないというか流れに沿ってない、うん、そうです、流れにちょっとそういう話が、まあ、僕の立場ではちょっとなかったっていうなんか例えばケツがいい人ってなった時にいや実はって言って用意しといてこういう一面もお前もあるやんけとかいう隠し玉とかそういうことやもんな使う。そうです、ね、だからまあケツさんのことを腐すみたいな立場ではいらなかったんで、あそういうことかね。そうですね、だからまあほんま僕が悪いっていうよりかまあそのまあ、趣旨に合わなかったっていう感じではあったって感じなんですよね。ご縁がなかったって感じ。ほんまにご縁がなかったっていう感じ。まあでも実際そうなんちゃう。でもそのかかってきたってことはやっぱその、そうだからテコンドー近藤さんっていう、まあ、僕らの先輩が出られたんですけど、まあ、言うと兄弟子やな、鉄軍団の。鉄軍団の、まあ、僕とテコンドーさんがいらっしゃるんですけど、まあ、幹部というか兄弟子というかが、僕のことを話してくれて、テコンドー近藤さんは出てた。テコンドーさんは出てました。あ、テコンドーさんは出てたんや。なるほどね。僕がだから話そうと思ったのは、だからなんかその一緒におる時もしんべヱさんの悪口ずっと言ってあったんですけど、そのノリですけど、でお前はしんべヱのことどう思うみたいな言っていや本当にお世話になってる先輩ですって、いやいやじゃあそんなんじゃなくてほんまに思ってることだって悪口を言うまで終わらないんですよ。しんべヱさんの悪口を引き出してくんだよ絶対。いやいや、ほんまに思ってること言わないと。いや本当にお世話になってるんで僕はって逃がしてくれないんですよ。しんべヱさんとかおらんくてカメラが回ってないとこでもやってはんねや、ずっとやったはって、いやそんなわけないやんかみたいな、そんなしばちゃんおかしいやん冗談いいな冗談いいなみたいな感じ。なるほどね。でまあちょっと悪口を言ったらなんかおーって嬉しい顔してお酒飲まはるみたいな。それがテコさん1枚で足りてもうたんかな、もしかしたら役割が。そうですね。とか、まあ、しんべヱさん以外にもそれをしんべヱさん以外に万劇の芸人さん全部で聞いてくるんですよ、ケツさんは。まあ例えば誰々さん、しんべヱさん以外でじゃあタグさんどう思う、お前どう思ってんねんとか俺さやかどう思うお前みたいな、いやめっちゃおもろいですって言ったら終わらないんでもうほんまに全員の悪口をもう無理やりもう考え出して言うっていうのをもう朝までやるっていう。じゃあ柴田は一応じゃあ漫才劇場のメンバーの悪口は全部考えたんや一応。いやそう考えな変えれないんでもう全然思ってないけど言わないといけないんですよ。おもろいやん。大好きですけどここはダメですねみたいなことあるんやで、柴田の中ではみんなの。しかもその悪口も芯食わへんと話してくれないんですよ。あ、なるほどね。ちょっと小手先のうわってもしゃあないんや。小手先の、こと言ってもしかないんで、ほんまに言いたくないけど思ってるちょっと言えないようなことを言わないと満足してくれない。だからこれなんでおもろいかって言ったらね、結局、電波に乗せるギリギリのことのラインなんやろね、多分。まあ確かにね。これって結構楽屋周りでこういうことって多いねんけど。居酒屋で終わってまうことも多いのよね。確かに。まあね。もう喧嘩になりますしね。喧嘩になる。まああるやんか。居酒屋で終わるけど、なんかそれを最後ショーとして見せたとこに素晴らしさがあるね。そうです。だから芸人しかできひんショーというか、このお互いめっちゃ思ってる悪口を言い合って第三者を笑かすというにしかできひんなんかわざって。な感じはしますけどね。ケツくんがやっぱ得意としてるんやろね。やっぱそうなんでしょ。根っからのね。プライベートでも。そうやんか。だから結局人間ってやっぱりいやそれはショーにしてるけど持ってるないと本人がやっぱり得意としてないとこうなってないやと思うね。最も得意な形なんやと思うよ。こうやって柴田がケツさんに可愛がられてんのもやっぱケツさんはどっか柴田のどっかにやっぱなんかこうリトルケツみたいなの感じてるんやろな。なんかこいつはかもしれんね。言ってるからお前もっと解放しろよって、お前そんなんちゃうやろ、お前もっとあるやろっていうのを常に試してくれてるんだからいずれ柴田のがケツさんになるんやと思う多分。まあそれはあるよね。多分系譜なんかもわからないですけど、ケツさんは多分子孫を残してるんちゃう今必死に。そんな大事なこと考えてないと思いますけどほんまに悪口言いたいから話してるだけやと思いますけど、知るもんがあるんやと思うで。なんかやったかめっちゃすごいなと思った。ムーブメントはめちゃくちゃやっぱ面白いですよね。僕らの時で言うと、コンビで言い合うとかあったのよ、浜田さんの番組で。はい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 。でやっぱりそれもう相方と僕で言い合ったりとか、そこバナナマンさんもおられたかな、隣におられて、ですごいやっぱりやりとり面白いんだけど、やっぱブラマヨがもうすっごい面白かったもんね。なるほどね。これはなんかコンビでもうタクシーの乗り方一つとってもやっぱここのガチ感とやっぱりでもそれショーにするっていうので、もう横で見ててやっぱすごいなし、吉田が持ってるマジの部分もあるからそのショーにしてるけどマジの部分ももちろんあるからやっぱ見、ね、だからそれがおもろいなと思うし、ケツくんのあれ見ててもやっぱり単に食ってるだけではああならへんもんね。ケツさんはマジっぽいですね、やっぱね、思ってること、うん、でしんべヱも、はい、あの感じはマジやんか。ちょっとその完全にショーじゃなくてやっぱ半分はマジやんかあれやっぱいやしんべヱさんってほんまにいい人やし、めちゃくちゃ僕も大好きな人なんですけど、やっぱケツさんが言ってることがどっか刺さってしまってるとこもあるんかもしれないですよ、もしかしてしんべヱさんに。いや刺さってると思うよ俺は。だからここまでの温度になれたというか、だから俺楽屋のしんべヱはそんなになんていうか別に俺時期も違うからそんなにないねんけど、やっぱり気になるから仕事一緒になった時にいやちょっと喋ろうと思って喋った時に、はい、の感じで俺はなんか肌で分かる部分あるやんか。はいはいはい。でそれはなんかしんべヱはやっぱりそういういじられ方するのが好きじゃないと俺は思うねん、俺個人で言うとはいはいはい。今まではなかったですもんね。それなんでかって言ったら、はい、しんべヱってモノマネめっちゃうまいやんか。はい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 。お店でも繁盛させてるし、めっちゃできるやつなんよ。もうそれも間違いないやん。はいはいはい。だから、ずっとできるしよ、実際腕もあるから、いじられるの好きじゃないんかなと思ったりもしたので、ね。いや、そうっす。でも、吉本史上初の、太ってるのに、いじりキャラっていう。うん、せやな。新しいとこに。やっぱ、いじるめっちゃうまいですよ、しんべヱさんって人のこと。いやな、だってタレンチも出たもんね、しんべヱの YouTube 出て。はいはいはい。私も出ました。だから、そう思ったら、しんべヱはいじりたい側やねんけど、ケツの絶対売れへんわとかは、当然プロレスで、おいおいおい、待て待てって、はいはい、なんねんけど、はい、本来好きな形じゃないと、それ多分俺とかやったら、はいはいはい、いやいやいや、本来好きな球種なの、それが。いや自分はやりやすい立場ある。やりやすいねんけど、しんべヱは多分自分でできるから、はい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 。当然やんねんけど、その感じが面白いなと思う、旅出て。ガチ感が出るんでしょうね、ちょっと。ガチ感が。で、やっぱめっちゃいい人やし、みんなお世話になってるからこそ言いにくかったりするんでしょうね。うん。めっちゃ優しい。ちゃんと。はい。はいまあ、劇場ですからね、はい、だって、うん、あとまあ最終的な安心感のところでやっぱ2人で住んでたってとこは絶対あるやんか。まあまあお互いにリスペクトはあるというね、うん、まあ、ケツさんもラジオで言ってましたから、ね、好きは好きですっていう好きは好きなんですけど、うん、僕はこう思いますという立ち位置というでもなんやノートの、ラジオはいはいはい、はいしんべヱがやってるラジオいじるあたりとかもうあっこらへんも完全にガチャもね聞かれてると思ってやってないから。ケツさんすごいですね。だからある意味も賢いというか、あっこまで徹底してやりきるってやっぱ素晴らしいというか、いやすごいなと思ったね。こんなになんかねすごすぎて俺はね、はい、もう今回何が一番言いたかったっていうと、はいはい今回のイベントを見て俺はすごく、はい、一言で言うと羨ましかった。ああまあまあね、芸人としてはすごい最高のムーブでしたよね。めちゃくちゃ羨ましかったし、なんか何が羨ましいかっていうと、なんかね吉本一つの学校と捉えた時に、はい、そこの学年でやってるそれめっちゃおもろいやっていうやつやねんな。なるほどね。ああ。わかる。だから俺の立場とかもう芸歴から見て、はいはいはい。今そこのクラスでやってるやつめっちゃおもろいやんって。だから、はい、うわなんかわかる？いやわかるです。だからクラス感覚的にね。はいはいはい。で流行ってたノリがおもろいってなってて、どんどん人巻き込んでって、最後はたくさんのお客さん入れてイベントとして落としてそれを成功で収めたっていうのは、そうやっぱ芸人として最高の動きですよね。やし現代やからやと思うわ。これが SNS とか、うん、まあそのいろんなやつがあったから今のこの状態があって、多分昔だったらラジオ同士でしかできへんかった話だと思う多分。はい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 。YouTube とかあるのがよりいいんでしょうね。すぐ撮れるコンテンツがある。それがなんかなっていったときに、うん、おもろいなと思って、俺ほんでそれなんでかなって考えたの。ちょっとほんまに、はい、なんでこんなおもろいんやと、なんでこんなおもろいんやって俺なりに分析したのよね、はい、というのは、はい、俺なんで芸人やってるかって、